皆さんこんにちは、みのりんです。今回はこの缶バッチグッドっていう缶バッチが作れるおもちゃで遊んでいきたいと思います。私のアイコンを作ってみたかったのですごく楽しみです。では早速始めてみましょう。はい、本体はこんな感じです。思ったより本体は小さいですね。で、ここをこうやって開けると中のこの引き出しの部分が取り出せます。この中に缶バッチのものを入れていきます。まずは穴が開いている下の部分のパーツを入れます。その上にこの平らのパーツを乗せていきます。マグネットがあるのでちょっと設置しづらいです。で、その上に好きな絵のイラストと透明なフィルムを乗せていきます。はい、これでパーツを全部設置終わりました。そしたらこの引き出しの部分を本体の方に戻します。ここを下に押して固定したら上の方を回していきます。一番下に行って5回カチカチって音が鳴るまで回していきます。 1,2,3,4,5。 そしたらまた上に上げていきます。この下の部分を左にしたらまた同じように5回カチカチって鳴るまで回していきます。ここ思ったより握力がいるので連続で何回かすると腕が痛くなります。このストッパーを上に上げて取り出すと、はい、バッチが完成しています。結構綺麗にできていてびっくりしました。では早速なので自分の缶バッチを作りたいと思います。で、缶バッチグッドさんはこのデザイン専用サイトっていうのがあります。自分が持っている写真もしくはイラストをアップロードすることができます。で、下の方に行くと好きなスタンプ、テキスト、フレームなどが選べます。全部サイズとかカスタマイズができるのですごく簡単にできちゃいました。で、これをダウンロードしてプリントするとこんな感じになります。ちなみになんですが、パンティー&ストッキング知っている人いますかね。この左上のキャラなんですけども、このイラストは私が昔描いたもので、缶バッチにしたいなと思ってたのでせっかくなので作ってみることにしました。あとはいろんなデザインのアイコンを用意してみました。では早速なので作っていきたいと思います。まずはハサミで切っていきます。ちょっと線より大きく切った方がいい感じになります。で、同じようにセットして5回カチカチってなるまで回していきます。はい、こんな感じになりました。私のイラストをバッチにしたかったのですごく嬉しいです。で、もう一つの方はこんな感じになりました。可愛くできたと思います。次は私のアイコンをバッチにしていきたいと思います。では設置していきましょう。下のパーツに上のパーツ、そして私のイラストに透明のフィルムをかぶせていきます。で、ここでイラストがちゃんと真ん中に来ることを確かめてください。おー、バッチになりました。でもさっきのはちょっと右にずれてしまって真ん中じゃなかったのでもう一回作り直しました。ので設置するときにちゃんと確かめることをおすすめします。そして最後に後ろのピンのパーツをつけてバッチの完成です。はい、これで全部作り終わりました。ラメのある透明のシートも使ってみました。で、こんな感じになりましたが、皆さんはこの中でどれが一番好きですか？左上から 1,2,3,4,5,6、 この中で一番好きなデザインをぜひコメント欄に書いてください。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、ぜひチャンネル登録ボタンお願いします。で、また次の動画で。バイバーイ。